おはようございます。今回は長崎県沖磯で楽勝ゲーム。先生は池田さん。おはようございます。おはようございます。デュエルフィールドスタッフの池田一郎です。よろしくお願いします。今日も久しぶりです。はい、お久しぶりで、今日もビシバシとご指導よろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、それでは行きます。アミちゃんのもっと釣りたーい。じゃあ行くよ。食った。いいね、でかい。でかい、丸飲み。さて池田さん、はい、あ、朝一。朝一、そうですね。せっかく沖磯来たんで、はい、まあ、本命は平鈴木かなと思うんだけど、ちょっとこう青物を狙ってみようかなっていうところで、はいはい、私は間もなくバレットダイブ、はい、間もなく発売。僕は実績を、かなりの実績を上げてるバレットブルから行こうかなっていうところです。ガチガチされてますね。気合が入ってるわけですけど。気合が入ってます。ちょっと派手めなやつで、はい、それではもうやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、足元気をつけて。わかりました。はい、ここの平らのところ。そうですね、平らなところで、はい、足場がいいところで、まずは準備運動や。よいしょ。よし。よし。結構青物ってこう根気がいるんよね、どうしても。投げ続けないといけないんで、はい、まあ突然ね、出るときは大体突然ドッカーンと出ることが多いから、はい、一頭一頭気を抜かずにっていう感じやけど。もう一回ぐらい投げて平鈴木行きましょうかね。はい。めっちゃよく飛びようよね。さすがにバレットダイブや。飛びますね。飛ぶね、めっちゃ飛ぶよね。それ小さい方やけね、それでね。はい。うん、その小さい方でそんだけ飛びおったら、なんか毎回釣れそうなんやけどね、見よったら。毎回釣れそうなんやけど、まあ青物って大体こんなもんなんで、基本釣れない釣り。青物って基本釣れない釣りなんですか？基本釣れない釣り。やっぱ回遊待ちっていうのもあるし、そのまあ難しいよね。ベイトを食いにこの岸に寄ってるタイミングとルアーとね、遭遇させるチャンスって言ったらものすごい少ない確率かなと思うんで、まあ根気よく投げ続けるしかないかなっていうのはあるんだけど、まあそろそろ平鈴木の方にお開き行きましょう。平間座に会えない。まあ次の課題ということで。足元気をつけてね。はい、あんまり滑りやすい、この辺はまだ滑りやすい岩じゃないけど、たまに動く岩があるんで、平鈴木の方に、はいはい、やってまいりました。ちょっと風が当たる面なんでですね、はい、波が結構立ってるんで、まあまあ平鈴木が狙える波かなっていう感じですね。うんうん、で今ちょっとランディングが、そうなんですよね、浅いゴロタなんで、まあ、もうちょっと前のポジションから投げるんだけど、とりあえず海藻とかが足元すごいんで、うんうん、はい、足元だけ注意して、はい、こんな低いところから投げたことないの、ない逆に怖い。うん、だからね、まあ多分、うん、大丈夫とは思うんだけど、こうなんだろう、浅いんで餌を食いに来てる平鈴木が多い。はいはい、だから、はいはい、まあストラクチャーがほとんどなくて、まあ沖の根からちょっと波が返って、さらしが払い出しから引っ張られてる感じのとこなので、
まあほぼほぼ餌を食いに来てるヘラなんで、ルアーを見つけたら多分すぐ食ってくる、だから勝負は早いかなと思うんですね。でできるだけ水面の凸凹がない波の時、うんうん、ああいう立った波が来てる時っていう時はルアーが水面で乱れすぎちゃうんで、まあヒラスズキがいても下の方からルアーを見てるだけ、ほうほうほう、でそういうのをあんまり繰り返すとヒラスズキの方もまあバカじゃないんで、これは騙し餌かなと思って出てこなくなるから、なるべくさらしが出てて水面がデコボコしてないさらしの時にタイミング合わせて投げてスーッと引いて、まあ本当どこまで波が来る、たまに大きい波も来るから自分が立ってるとこ波かぶっちゃうと危ないんで、まあ、どれぐらいまでがマックスの波なのかなってこう話しながらも見ながら、あの辺からだったら大丈夫かなっていうポジションを見定めて、はい、まあ、ランディングはもう浅い水深浅いからこう波の勢いでボーンと引きずり上げれば、ただ引き波の時に無理に引っ張っちゃうとあの見切れしたりとか針が伸びたりとかしやすいんで、そこだけ注意してあげれば、はい、決して簡単ではなさそう。簡単ではない、で、まあ、割とこういうゴルターの浅場っていうのは難しいですね。難しいといえば難しいし、ちょっとコツがいるかな、うん、頑張ります、はい、まず安全第一で、はい、はい、行ってみましょうか、ね、行ってみましょう。じゃあもうちょっと海の近くに、これ行ったらやる、いいよ、ちょっと思ってたのと違うコントロールした、ちょっと釣りやすいとこ行きましょうかさすがに、まあいたら今のでも出てるとは思うので、外れた、おお、外れちゃった、多分めっちゃ大きかったですね今さらしの向こうぐらい外、うん、もう着水して二巻きぐらいやった、完全に針に刺さったんで同じ魚は出ないと思うけど、よし、よっしゃちょっと待てよ、足場高いんで、抜く、どこや、どこ行った？あ、もうちょっと巻いて抜けんかな。やばいやばい。いや、右に回すか。右に回しましょう。あ、今引き波の時危ないよ。危ない危ない。あ、
サイズがいいんで抜けないかもしれない。うまっ。よし、それで。やべやべ。あー、あー、ひーち挟まってる。よし、よしよしよし。OK。 よいしょ、ありがとうございます。よし、やったー。よかったら死んでる。嬉しい。やりました。池田さん、ランディング手伝ってくれてありがとうございます。なかなかね、この足場の高いとこだったんで、いやもう、キワキワはしたけど、キワキワで、キワキワでね、その間の手前のキワキワで食ってくれました。素晴らしい。あー、嬉しい一本です。ありがとうね、イラ鈴木ちゃん、そしてミッドダイバーちゃんもありがとう。ありがとね。いよいよ。行ってる行ってる。行ける行ける。行ってらっしゃい。オッケー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 。やっと久々の今年初平鈴木釣れましたー。もうランディングが大変でしたけども。日々成長として頑張りたいと思います。今回釣ったのはこの磯と磯の間の払い出しがあると思うんですけど、それのもうほんと目の前の手前のところで平鈴木がボッと回収する、そろそろ回収するっていう時の一匹だったんで、だいぶね初心者には焦ると思います。私みたいに手前で出ちゃうと。でも楽しいですね、平鈴木やっぱり。まだいると思うんで、もう一発狙っていきたいと思います。頑張ります。頑張りましょう。一匹よ。ここですね、この際のラインを見つつ、まあさらしが少なかったってことで、出た。頑張れ私。来た。ちょっとさっきよりでかいかもしれんね。魚が見えないんで。あ、見えた見えた。おお、でかい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 よ。もう一回入れ。一気にいけるかな。今みたいな大きい波で盛り上がった時に、そうそう、ああ、もうちょっとやね。
むずいな。どこや。よしよしよし、こっちまで来ればもう大丈夫。ちょっとサイズがいいね。ちょっと待ってね。よいしょ。もう一発出てくれました。やったー。今回のあみちゃんのもっと釣りたいはいかがだったでしょうか。いやー、やっぱりヒラスズキ大好き。皆様 YouTube のコメント欄には釣ってほしいお魚、挑戦してほしい魚種、そしてコラボ企画などどんどん YouTube のコメント欄にお願いします。バイバイ。